桜が咲く頃、少年はミブロの一員となった。そこで仲間と共に目にするのは、血の匂いが漂う非常な世界。若き狼は逃げ出しそうになりながらも、己の誠を、自分にとっての正義を探し続ける。次回、泣いていい世界。ご期待あれ。